先攻が伊達めぎり、後攻がサスケ。えいえいえい、いきましょう。2回戦第1試合です。レディーファイマジでこのビートと一緒だよ。俺はいつまでも負け続けたよ。負けた勝ちじゃ負けなしの勝ちだし、道ないないぜこの街並み。いやそういうことだぜ。マジで言っとくけどめっちゃくちゃ負けたベテランでもこうやってバトルの本戦見てるぜ。そういうことをこの後証明するぜ。Yeah、 まず負けたこと、それをここで言わなくていいと思うよ。 Yeah、 負けたことを語んなよ。マイナスをプラスに変えんだろおい。 Yeah、 目もそらしちゃってどっちを向いて何を知ってんの。 Yeah、 そんな感覚全然怖くねえよ。まだバカ負けて勝つの何を知ってんの。サスケマジで口がフライだぜ。そういうもんだぜ間違いねえ。お前がなんか経験が足りなくねとか言うとくぜ。そういうことだぜ。ファック中指、どうせ西東京を出すんだろ。仲間が出せないのかこのクセ野郎。いや、ね、だから俺が自分を証明しに来てんだろ。ボディタッチはお前からだろ。言葉で戦う、それが分かってね、お前に教える。ライブのパンチ、ファーストキック、キックボックスで変えるヒップホップシーンだよ。これがゴトミの遊び方、拳や前目の守り方。オッケー、一生ヒップホップで遊んでけ。ライブのパンチ、パンチワインのバズり方よ。いや、そういうもんだよ。お前マジでしょうもねえな、そういうやつだって。いや、サスケはすげえなって仲間内で言われて遊んどけよ。結局お前3年後このシーンにいなくねって言っちゃうよ。いや、それはお前の方だろ。何をしてるかわからないね。これは罵倒だぞ。お前勝ったんだろ。その分背負って戦ってこいよ。おいお前は本当に何をしてんの。ガン飛ばすだけ。お前は近距離威嚇して接近。これは俺なりの一攫千金。終了。